ミネオ TV、 ミネオ TV。 はい、皆さんおはようございます。ミネオです。本日は、なんと聖水、噂の聖水ですね。聖水のおすすめ狩り場、聖水を集めるのに超効率のいいおすすめ狩り場、こちらをご紹介できたらと思います。それでは張り切ってどうぞ。はい、ということで、本日は、前の動画でもお伝えしていました聖水ね、聖水集めに関して、かなりね、レジェンダリー集めとか、経験値集めるのにすごくいいですよというようなね、お話しさせていただいたかと思うんですけども、はい。でこのバトルパスね、何があれって、まあ、結局バトルパスなんだけど、で、その聖水集めに関して、まあ、非常に効率のいい、狩り場、こちらを3つほどご紹介できたらと思っております。まあ、あくまで私の、独断と偏見ですので、そのあたりはご理解いただけたらと思います。じゃあ、早速、行ってみましょう。はい、じゃあ、まず1つ目はね、この、いてついたツンドラの、ちょうどここですね。反響の洞窟入り口あたり、永久凍庫ですね。ここが一応第一の狩り場ポイントとなっています。じゃあこちらの方行ってみたいと思います。ポチッとな。はい、着きました。ということで、うわぁ、滑るね。はい、一つ目はここのところですね。で、ここね、まあ、ぐるぐる回りながら買っていければいいと思うんですけども。ちょっとこれ、紫だから買ってしまいたい。オッケー。ということで、まあこっちも来ながら、基本はこの上のとこですね。この上のところを、まあ、ぐるぐるしていくような形になります。はい、まあ混んでるとねあれなんだけど、まあここのだいたいこの雪男が湧くか、だいたい虫みたいなやつがね湧いたりするんですけど、はい、こういう形でここをぐるぐる回るのがいいかなと。でこの祠ね、祠も結構ね出ますんでね、はい、ここをくるくる回りつつ、で時にねちょっと下に行きながらというところで、おっと、イニシエの骨髄ゲチュー。はい、ということで一つ目はねここね、狩り場。はい、じゃあ早速二つ目行ってみましょうか。はい、二つ目は、こちら、シャッサー階になります。シャッサー階の、ちょうど真ん中の上ね、ここですかね、ここ。はい、じゃあこちらの方、飛んでいきたいと思います。こっち。はい、ということで、到着いたしました。ここもね、この、ちょうどマップが四角くなっているあたり、これを、まあ、ぐるぐると回る感じです。で、ここも、なんだろう、まあ、ちょっと足りなければちょっとこっちのね左に遠征してもいいし、こういう形でリシーバーがもうめちゃめちゃ湧きますので、であとこの下もねよかったら回ってみてもいいかなと思います。はい、ということでゴブリン発見なのでちょっと逃さないように行ってみましょうか。で
これか、この3つのね、紹介する狩り場なんですけど、まあ、たまたまかもしれませんが、割とゴブリンのでもね、多いので、そのあたりも美味しいところじゃないかな。スコラが出るのが高かったり、あとゴブリンが結構出るっていうね。はい、ということで死を望むか、ここね、シャッサー会。じゃあ3つ目行ってみましょうか。はい、3つ目はこのザベイン山です。ザベイン山、ここが多分最高率っちゃ最高率の、なんですかな、のここですね。ちょうど修道院の上のところですね。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、着きました。ここもね、この円のところをひたすら回る感じで、ここもさっき言ったように祠が割と湧きやすかったり、あとちょっとね、出があれだったら上の方にも多少遠征できるのでいいかなと思いますが、まあ、精髄的にはここが一番、まあ、楽っちゃ楽なのかな。ちょうど円になってほんとゴロゴロぐるぐる回るだけなんでね。はい、という感じでここをひたすらぐるぐる回って精髄集めという形ですね。はい、ということで、精髄集めに関しておすすめ狩り場、個人的に思うところですけども、3つ紹介させていただきました。まあ、効率をね、求めるなら、ああいった形でちょっとぐるぐる回れるところの、まあ、敵脇が割と早いところで、まあ、たまたまかもしれないですけど、まあ、祠がね、割と出やすかったりというところがポイントじゃないかと思います。まあ、あくまで独断と偏見なんで、そのあたりはご了承ください。で、あとね、以降、まあ、効率を求めてもいいんですが、まあ、こういった探索とかね、このプレイヤー実績、まあ、こういったところの、穴埋めっていうのかな、冒険の方も終わらしていくってなると、まあこの辺り大陸順番に回りながら埋めていくのがまあいいし、飽きも来ないんじゃないかとは思います。はい、いつもご視聴ありがとうございます。またよろしければ、チャンネル登録、ツイッターのフォローぜひよろしくお願いします。それでは皆さんありがとうございました。バイバイ。